韓国鉄道公社21万系電車は、韓国鉄道公社の電車。2014年より、ITX セマウルで運用されている。2018年8月、うスすむ3電が二次車150両を受注。全体的に ITX 青春と類似した構造で、感染電気動車の汎用性、居住性、快適さを強調している。 最大で12両編成での運用も可能だが、現段階で並結運転を行う列車は設定されていない。車体にはアルミダブルスキンを採用している。既存の ITX 青春と同じユニットの構造を採用している。TCMM、TM、TC ユニットで構成された 3M3T の6両1編成である。6両編成で全て一般室であり、客室は 塗り色や ITX 青春を踏襲している。広いシートピッチなど、セマウル号を継承して高級化を図った。客室両端から3列目までの携帯機器充電用2 2 0トコンセントが座席に設置されている。ただし、既存のセマウル号とは異なりカフェ客車などはなく、代わりに3.24号車に自動販売機が設置されている。運行初期には、 身体障害者向け設備は4号車に設置していたが、現在では、無群ファ号や ITX 青春と同じ3号車に変更されている。6両編成23本が在籍。編成は36万8000系の構造と似ており、先頭部に装備された自動連結装置を介して連結運行が可能である。判例、2018年9月2日、毎日経済新聞。 ありがとうございます。